新築だけでなくって今まで使っていた建物だったり不動産をまた価値のあるものにご提案をさせていただいたり、実際に運営していただける企業にお貸ししながら、こう収益物件として売却する社会に対して価値の高いものを提供できるっていうところは、まあ循環の社会につながっていくんじゃないかなと。ビズネリブネスは3つの事業に分かれていて、増改築の事業、仲介の事業、買取再販事業。買取再販事業の方は新しい事業の取り組みになります。所有者さんの方から売りたいよという情報をいただいて、建物の図面だとか検査済書だとか、そういったこう書類関係をチェックさせていただいて、まあ、収益物件にするのであれば売却先のところをこう探させていただいて、まあ、事業性の見込みが立つようであればもっと詳しい調査に入らせていただいて、で土地を買わせていただいた後、改修工事をして、で売却をさせていただくっていう流れですかね。建設業のゼネコンのような仕事をしてきたライフハウスだからこそ、技術力を持っていますし、デベロッパーとして物流センターだったり工業団地の開発をしてきましたので、そういった開発のノウハウっていうのをどちらもこう活かすことによって、ライフハウスならではの、買取再販事業っていうのができるんじゃないかなと。この倉庫はもともと工場だったので、建物の用途の変更だったり、また受益権化してご売却をさせていただいたりっていうところで、いろんな要素が詰まった案件なので、非常に勉強させてもらって、当時いろんなところとこう話とか、あるいは商談とかやってたんですけども、スピードが速かった。やっぱりそういうスピード感があるから、やっぱり本気だなっていうのを感じまして、まあそれなら売却はうちも本気に考えてやっていこうかって、私どもの考えではやっぱり3年ぐらいで完全に売却は終わるんかなという形が、もうスピードアップでびっくりして半年で終わりました。資金繰りっていうかね、楽になりましたね。駒ヶ根というところは倉庫が、そもそもないところでして、工場だった、建物を、営業倉庫、国の認可を受けるですね、倉庫にスペックを変えていただいて、大規模な改修をしていただいた、かつ規模的に完全坪というですね、大きな倉庫を他社さんと比較すると、かなりの差別化ができたかなと思ってます。立ち上がり非常に我々としても苦労多かったんですけども、大和さんの方でもいろいろ動いていただいて、今の形があるかなと思っております。当社が今回物流施設初取得っていうタイミングだったんですけれども、かなり慎重に正直になってたと思います。一発目って結構投資家さんからもどう見られるかなというところがございましたので、ただ今回できますと、大和ハウスさんの方でテナントさんもセッティングしていただいて、で大規模な修繕も行っていただく、もう計画もしっかりと立てていただいてっていうところで、うちの中で結構安心感というか、検討自体が早期に進められたなというところがございます。なんか本気感みたいなのが伝わったみたいで、当初から入り口部分からちょっと我々もこういう案件がある中で相談したのが堀口さんだったので、すごい親身になって教えていただいたんで、すごい、はい、いろいろ本部の方の巻き込みながら今回授業をやられたので、すごいこう堀口さんが社内をまとめられてですね、間の橋渡し役じゃないですけど、そういったところですごいご尽力いただいたんで、我々としてはすごいやりやすかったっていうのがあります。基本的に進めるのは全国の事業所が進めるんですが、私は事業化する中で、何が問題なのか、どうやれば解決できるのかってところを相談乗らせていただいています。
人が作ったものをチェックをして、でまた回収をしてっていうところは、手慣れててもなかなか難しい。図面があればその時の設計している内容っていうのは分かるんですが、その通りに施工されているかっていうところまでは開けてみないと分からないっていう部分もやっぱりあるので。で、よろしくお願いします。数字公明できるということの、これ主体でやってくださったの既存物件であるということもありまして、もちろん建築費上がっていて、あと環境面も結構言われてるので、建て替えないで施工できるっていうのはかなりプラスやっていくべきだろうと時代としても思ってます。なかなかこう現場で、取り組むのがなかなかこう難しいかなっていうイメージはあったんですけれども、本部の方 の、 支援もありながら、進めていくことができるのかなっていうので、早めにこう事業本部とすり合わせして進めていてればなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はリムレスの買取再販マニュアル、一社じゃ未定ということですね。絶対やるんですけど、それが中身が失格種類みたいな。自ら進んでいろんなことをこうクリエイティブにやっていただいて、真面目に真摯に取り組んでいただいてます。小さい、ね、お子さんがいらっしゃって、時間のない中でね、非常にやっぱり効率よく時間を使っていることは感じてますので、仕事と家庭のですね、両立していただいて頑張っていただければと考えています。そうですね、今1合目ぐらいかなと思っていて、登山もそうなんですけど、この事業もいろんなピースを揃えていかないとなかなか大きな山には登れないので、登頂するまで、こうゴールに近づくまでにいろんなこう、問題があると思うんですけど、仲間と一緒にこうクリアしていければいい景色が見えるんじゃないかなと思っています。